すぐには来ないんですよ、針が上がってくるまで、うん、だから終了ってすぐブレーキがかかるってわけじゃないんで、やったら少し我慢しとくよね、まあ、そうすると電車は出てくるエアの音が、込める音と抜く音って違うんですよね。ここだと聞こえるんですよ。でもあそこで実際動きながらブレーキ操作やると抜く音が、込める音全然もう聞こえなくなっちゃいますので、もうその止める位置とスピードとああどうなるんだろうっていうのがあれです、もういっぱいいっぱいになっちゃってるんですしてあの